どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズで、今日はね、ガズ旅番外編ということでシリーズでお届けしているガズがベンツに乗るのかっていう企画があるんですけど、今日その第3弾です。どんな経緯か、ちょっとこの動画初めて見た方、分かんない方、概要欄にその1その2を貼っとくんで見てもらいたいんですけど、今日はなんとその1986年製のベンツ、190E、ノーサーに向かっております。パチパチパチで、私が住んでる南信州から、その車が置いてあるのはね、岐阜県なんですよ。で、岐阜県まで、どうやって取りに行こうかなと思ったら、なんと私のですね、ガズ姉がおってですね、姉ちゃんがいいんですよね。お姉ちゃん名古屋在住なんです。で、お姉ちゃんに電話してですね、いろいろって電話して、ちょっとベンツ取りに行くから、うちに晩ご飯食べに来て、その帰りに送ってくんないかな、ベンツ取りに行くからっつって、昨日の晩にですね、こっちの南信州に来てもらって、家族でご飯食べて、で、今日翌日一夜明けてですね、その、岐阜のね、車屋さん、今ベンツ預けてるところに向かってる最中でございます。今日はそのね、納車の動画に、していこうというふうに思っております。今日は初登場ガズ姉ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。安全運転で、はい、見てます。そういうわけで、今日この車なんていう車でしたっけ？シエンタで、いい車ですよ。シエンタでのんびりとですね、向かっております。じゃあお楽しみに、レッツゴー。到着しました。車屋さんにこのシエンタで来たんですけど、見てください、かっこいい。かっこいいです。なんかすごい洗車していただいて、すごい綺麗。いやー、すごい。このなんていうの、自然の光の中で見るのが初めてじゃない？確かに太陽の光の下で見るの初めてかもしれない。ね、明るいんだね、やっぱり。すごいな。へー。で、これでしょ、これでしょ。そう、これがね、初期型の。すごい。で、このホイールを変えたんですよね。そう、このホイールキャップを見てください。これが、やばいやつですよ。いやー、タイヤも、かわいい。新しいタイヤに履き替えて。いやいやいや、めちゃめちゃかわいいっていうか、綺麗だね。鑑賞用のウクレレ置いておこう。最初見た時ね、生まれ変わったちょっと最初に見た時の映像をちょっと差し込んでおこうか。そうだね、ずっとそこに向かったんで、いやー、よかったね。よかった。じゃあこれからちょっと手続きをして、ちょっとこれに乗って帰ろうと。左ハンドルだよ。そうなのよ。左ハンドルの注意点ありますか？いや、ワイパーのだけじゃないですか。ウインカーワイパー。でもそれは前の車でもやってるから。そうか。ちょっと中は、ウッドパネルがいいよね。すごいな。いろいろウィキペディアとか調べましたよ、190のことを。車検証が載ってます。はい、そうか。はあ、すごいな。いや、ちょっといろいろ操作方法も教えてもらわなければ。そうだね、緊張するね、帰り、ゆっくり。この車で速く走ろうっつうのは、それはそもそも。そっか。いやー、でも本当なんか外側っていうか、めっちゃいい色。今人生初の左ハンドル運転しております。いやー、緊張。なんかいちいち重たい。多分これはパワーステじゃない、重ステだと思う。いや、でもドイツの車ってパワーステでも重たいからね。だけどもすごい乗り心地は、なんていうのかな、力強いよ。うん、思ったよりなんか、なんていうのかな、馴染んでるね。うん、なんかもう最初からいきなり大丈夫っぽいな感じの気配がする。うん、うん、私も人生初の右側助手席。そうだね、ま、内装がこの明るいから、そう、なんかね、視界が広い、明るいっていうか、なんていうかね、うん、見やすいよね。すごいよこれは。そう、内装が明るいってこんなに違いがあるんだね。確かに。今までね、黒しか乗ったことないもんね、内装ね。これガスコンロみたいな、可愛いって言ってた。そうね、ガスコンロみたいな、本当に。いやー、まあちょっと今日は初日なんで。そうだね、このかっこいいな。アクセルのね、この踏み心地もね、ちょっとまだ勉強中だから、これ恐る恐る。そうだね、もうゆっくりゆっくり。この車に乗ったらゆっくりがいいわ。そうね、気持ちもね。
さあ、そういうわけでですね、今運転してですね、ちょっととある駐車場に来たんですけど、見てください。こっちのベンツはね、今回この車を、僕にリースをしてくれる西川さんが所有している同じ 190E なんですけど、すごい、ちょっと年代が違うんですよ。こっち見てください、車高の高さが全然違う。本当だ、全然違う。これで並べてみました。すごい綺麗ですね。綺麗ですね。あの倉庫で見た時とはちょっと見違えてしまって、いや本当にこの色の190がね、日本に今何台あるんだっていう、そういうことなんですね。レアカラーなんで。いや僕も今運転してきたんですけど、すごい緊張したんですけど、うん、左ハンドル全然大丈夫だった。よかった。あとね、ハンドルがすげえ重いからパワーステじゃないんだなと思ったら、これでパワーステらしいです。昔のドイツ車ってそういうことなんですね、はい、いい乗り心地でした。なんていうんだろう、おおらかな気持ちになる車でございましてですね、こうかっ飛ばしてやろうって気分にはならないね。西川さんはこれでもかっ飛ばすんですか？これはもうかっ飛ばさないですよ。よく言うわ、いやこっちもすごいよね。そう、すごい色。シートが微妙に違うという。そうなんですよ。ちょっと見せてもらって。でもなんか雰囲気やっぱ似てる。そうそう。基本的にはね、きっと同じなんだけどね。うん、このファブリックがね。そうそう。またこっちも可愛い。いやー、可愛い。可愛いね、これね。ねえ。素敵。乗ってみます？せっかくです。いや、これね、見た目では、分かんない違いが実はあるんですよ。エンジンのシリンダーヘッドがあるんですけど、どちらもこれ2リッターの地球のなんですけど、シリンダーヘッドの燃焼室形状がハート型になってるのがこの全部のヘッドで、オタクな会話。こっちはあの燃焼室が本当は半球状なんですよ。じゃあ違うんですね。圧縮比が実は違ってて、こっちの前期の方がパワーを上げていくには適したエンジン。で、まあ、日産のあの L28 とかの、はい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 、あのセドリックグロリア 3.1 リッター回とかあるんですけど、うんうんうん、あの辺も突き詰めていくと燃焼室を、まあ、ハート型にアルゴン溶接のアルミでぬくもりして、燃焼室はあの、あ、そうな、はい、この当時のベースと同じような。レッツゴー。いやー、かわいいね。できました。どうだった？すごかった。運転が、ね、自分で運転するより、うん、運転してもらった方がその滑らかさが分かる、うん、こうね、感覚がすごいふんわりしてて、で今ねこの車と比べて全然違うんだって、うん、こっちの方がやっぱり上品なんだって、うん、へー、シートが違うって言ってた。あ、そうなの、うん、座った感じ。そうですね、このまあ、これが出る前のいわゆる今の UE クラスの W123 のシートに近い感じですね。なるほど。123っていうのはあのちょっとおしゃれなね、あのここに出してこう画像を、うん、おしゃれなやつがあるんですよ。いや助手席に乗ってたらよく分かったよ。あ、そう、滑らかだなって。俺も最初ビビっちゃって、もうとにかく、そっかそっか、ウインカーどっちだっけみたいな。まあまあそうだよね、動きが慣れないからね。そう、さん、これ乗ってみれば多分シートの違い分かります。あ、本当だね、こっちの方がやっぱ硬い、今っぽいです、うん、やっぱレースっぽいの。レースまではいかないけど、確かそっちの方が昔のベッドみたいにスプリングボヨンボヨンって感じが感じるね。いや、もう慣れましたよ。なんとなくこう幅がやっぱそんな大きくないからね、多分ジムニーと同じぐらいなんじゃないのかな、幅。それはないけど、そうかな、まあ、感覚的には近いかもしれない。ってことで、はい、このなんか2台のベンツを今並べてですね、はい、はい、どうも。そういうわけで、今我が町南信州に、ついているわけなんですけど、実はですね、あのちょっと今まで見ててもらったあの西川さんと
話して、じゃあ帰りますって帰った後にですね、大事件が起こりましてですね、なんとこの車のマフラーがですガラ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 って引きずっちゃってですね、高速走ってる時に、まあ大変だったんですよ。でまあそのままレッカーでドナドナされてですね、結構時間かかりました。あのマフラーとなんかこのパイプをつなぐ間のところがちょっとね、あの壊れちゃって、それをね、あの作り直してということで、あのやっと3ヶ月か4ヶ月ぐらいかかってまた僕の元に前戻ってきたんですけど、もうねいい子ちゃんなんですよ、すごく、もう左ハンドルにもすっかりあの私も慣れてきましてですね、なんといってもこのベンツのこれちっちゃいんですけど、やっぱすごい重厚感があってですね、ハンドルとかもねしっかりしてて重たいんですよ、昔の作りで。であの前回も言ったけど、このドアのねこの重みとかすごいですから、この音聞きました。本当にね、そうで、まあこのアルミホイルじゃなくてこのホイールキャップがいいでしょ、はい、なかなかな80年代のヴィンテージスタイルで、もう本当にね最高です。この旅レレをここに積んでですね、なんか景色見ながら弾いたりとかもしてるんですけど、すごいやっぱロマンがありますわ、車は。やっぱね、まあ、好きだからしょうがないです。まあ、今回はね、たまたまその、お友達からリースして、お借りしてるってことですけど、まあ、借りてる間、楽しんじゃおうかなというふうに思います。なんかただ同じ車でね、A 地点から B 地点に移動するんだったら、なんだって車って一緒でしょうとかいう話したらですね、洋服だろうが音楽だってやったってやんなくて一緒ですからね。でもやっぱりやると楽しいっていうかね、好きなことはやるのが人生かなと思って、まあなかなかないこんなチャンスだったんで、こんなヴィンテージカー、僕が中学校2年生の時に作られた1986年製のこのベンツにね、今乗っていこうと思うわけですけど、まあまあジムニーももう一個あるから、そっちの方はまあ普段使いして、あの今カメラ撮ってるハニーさんももしかしたら乗るかもしれないしね。まあまあそんなことでご報告となりました。ちょっとね、この子と、付き合っていこうかなと、そんな風に思ってます。小添さんもここのね左ハンドルだからね、どうぞこっちに座るのが新鮮でしょ。そうなんです。で僕も左ハンドル最初にわーっと思ったんだけど、もうすっかり慣れちゃって、あの道路寄るときにすごい便利だからね、あんまいいなと思っているんですよね。てな感じで、まあ、またあの動画でもちょっとこれでどっか出かけるよという動画もアップロードするかもしれませんが、ひとまずはちょっと長い時間かかった納車編ということで、今回はこの動画の終了にしたいと思います。はい、引き続き音楽をやっていきましょう。バイバーイ、ありがとうねー。